キリストイエス様、今日の礼拝をありがとうございます。天の御座の前では四つの生き物が御座にいます方と子羊をたたえ賛美を続けています。私たちもまた褒めたたえます。この礼拝の中、あなたの命が満ち、愛がなり、癒しがなり、あなたの平和が全地になると信じます。今や天と地は賛美で一つとされ、
御座にいます方と子羊と褒めたたえます。こんな礼拝の時が来たことをありがとうございます。この礼拝が全地の礼拝となりますように、そしてそこにあなたの願いがなりますように。宇宙礼拝の時を感謝し、主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。この聖なる方の賛美がされていると、ああこれは礼拝だ、なんかこの礼拝の中に呼ばれていること、置かれていることが何とも言えず嬉しい、そして恐れ多いことだと思いました。2000年1月、16日の未明ですが、聖なるカナの賛美が与えられました。それが最初になって、そのもう次の日からたくさんの賛美が与えられるようになりました。はじめはこのなぜこの賛美が与えられるんだろうかって、当時はちょっと変わったメロディーだし、なんかこのすぐに嬉しくなるような賛美でもないしで、随分とわからないという人が多かったし、私自身わからなかった。でも賛美が与えられたことによって、私たちは礼拝に目が開かれ、そしてこの宇宙礼拝に導かれてきたと思います。宇宙礼拝っていうのは後で読みますが、黙示録五章に書かれているすべての作られたものの礼拝です。天に帰ったものも、地に生きるものも、そしてすべての作られたものですよね。生き物や植物や、そしてそれらの中にあるすべてのものという時には、悲しみや痛みや苦しみもことごとくが御座にいます方とご子羊と褒めたたえる、そんな賛美の光景が書かれていますよね、黙示録には。それですよね。それを私たちは宇宙礼拝と名付け、すべての作られたものが礼拝する姿を信じ、私たちもその礼拝をしたいと思っています。そしてしています。この天の賛美がと呼んでいますが、初めは黙示録賛美から、黙示録から与えられたので黙示録賛美と呼んでいますが、今はもう天の賛美と呼んでいますが、この賛美が与えられた時、もう明らかにこの与えられ方が、この人が作った、私が作ったというようなものではなかったから、神様の願いがここにあるんだろうと信じて歌い出しましたが、まず最初は地のものが天の賛美が歌えるようになりたいという時を持ちました。だからなんとかこの息をね整えて、この地上に足をつけるんではなくて、もうひどい時には足を切って賛美しようなんて言葉を言っていました。そしてさらにその後になると、この4つの生き物とされて賛美せよっていう言葉が与えられて、私たちはミザに行って賛美するんですが、そのミザが、天がまた地に降りてきて、地のものと共に賛美する、天の賛美が地に満ちるということをね願うようになった。そして今や
この宇宙礼拝が開かれた時に賛美によって天と地はそのままでですよね、一つとされて礼拝する、なんかそんなところに来ました。でも私はこれが最終ゴールかどうかは分からなくて、きっとまた進んでいくんだろうと思っています。今朝でしたが、新しい歌ということを考えてたんですけど、新しい歌っていうのはこの、黙示録にも書かれていますけど、新しい歌なんですよね。でこの初めて私が新しい歌という言葉を聞いたのは、白い鳩によってこの主に出会ってからおそらくですけど1年くらいした頃です。もう正確な日時が分からなくて今探しています。ある日ある朝でしたかね、この玄関のこの玄関かまちっていうのかな、そこに座っているといきなり目の前が白い雲で覆われたような世界になりました。見てるとそこにもうたくさん、もう何千何万という白い衣を着た人たちがいていました。そしてそのどうも中心になってる人らしい人が、私はねよく盆踊りの櫓の台って呼ぶんですけど、盆踊りぐらいの時にちょっと高い太鼓なんか置く台があります。あんな感じの台があって、そこに一人ひときわ美しい男の人が立ってハープを弾いていました。で私はそういうふうなものがこの幻であるということも本当はよく分かってない時ですよね。でもちろんこの2000年に賛美が来ましたから、もうそれは1988年か9年ですよね。だからまだまだ何も分かっていない時でしたけど、この天のね礼拝の姿をね見せられてたんだと思います。彼らはね歌を歌ってたんですよ。もうそのたくさんの人が、それでこんなたくさんの人が楽譜もなしにどんなしてこの同じ歌が歌えるんだろうと思ったんですよね。でまずその櫓に立ってる人が誰かと思うと、誰かと問うというより誰かしらと思っただけでダビデってもうすぐ答えが来た。この人たちは何を歌っているんだろうと思ったら新しい歌って、楽もないからどこにそれがあるんだろうって言ったら、聖書の詩編40編でしたという声が来た。詩編40編って。で私は慌てて聖書を開くと、聖書にやはり新しい歌が出てきました。ダビデがこの新しい歌が授けられるというところです。でもまあこんな光景を見たのも、まあ、偶然だろうなってその程度にしか思ってなかったんですが、それから10年余りして1999年の12月、それも癒し礼拝の日の朝でした。新しい歌を歌えっていう声で目を覚ましました。でまあその翌年ですよね、もうこれが12月19日で、そしてもうすぐに1月の16日に与えられ、17日に初めて発表したんですけど、聖なる神が与えられたので、ああ新しい歌というのは聖なる神かなとその時は思いました。しかしそれだけではなくて、この時からもうあふれるほどに賛美が与えられるようになり、初めは黙示録だったんですが、もうあとは詩編やあるいは自然の花や風や、そして、福音書の方からも、賛美が与えられるようになりました。もうなんか2000曲ぐらいになるそうです。それでこの新しい歌って何だろうと
新しい歌って何だろうってやっぱり今回また考えました。私はね、信仰にある歌はね、信仰にある人が主を讃える賛美はね、いつも新しいと信じてるんですね。今も信じて、だから新しい歌っていうのはこう私たちが主に捧げる、もちろん信仰を持ってですが、捧げる歌のことだと思ってたんですが、最近になって新しい歌というのにはもっと別な意味があるのかもしれない、それまでにない歌という意味かもしれないと思うようになりました。そしてこの宇宙礼拝が開かれて、立体賛美が新しい歌ではないかと思うようになりました。この立体賛美っていうのは、今もう聖なるかなは1と7を歌いましたが、今はもう 10バージョンができてますよね。それらが重ねて歌ったり、あるいは他の曲を重ねて歌ったりするのを一応立体賛美と呼んでいますが、私はそのただ重ねるのではなくて、重なったりして歌われるときに、そこに新しい響きがね出て生まれててるんですよね。でまだね、まだ未完の状態なので、そのそこに立体賛美の中に生まれる新しい歌の全貌がわからない、ポツンポツンと捕まえることができて、あ今日もこの新しい歌を聞いたとか、あここに出てきたっていうようなことはありますが、まだです。だからきっとこれから、ね、それがね与えられてくるんだろうと思います。今日もたくさん立体賛美をしますが、耳を澄ますと何曲かの重なりが聞こえるんですが、その重なりを超えてもう一つの新しいメロディーが実はあります。私がこれが今はですよ、これが新しい歌ではないかと思っています。ただ今はというのは、これからもねどんどん賛美によって開かれてくると思うからです。神様はね、本当に一度に全部をね教えてはくださらないんですよね。本当に分かってもいないものにもうたくさんのことは語ってくださるんですけど、全貌ではなくて、なんかこの歩みの中でね分かってくるということなんだろうなと思っています。アドトローヌムという賛美があります。これは一番最初はスペインで与えられたんですよね。ある古い街道でコンサートをするときに、そこにミザという法王様か誰かお座りになる特別な席があったんですよね。ミザを模してたんだと思います。でもミザはね、それじゃないんだよって言って、なんか新しい賛美が与えられました、はい、その、ね、2と3を歌います。その前に来て神の子羊と褒めたたえよ、たたえよ。
今は2つアドトローノの2と3を重ねただけですが、だからまだね、自分に歌えてないから新しい歌がこう聞こえるというほどではなかったんですが、しかし綺麗にハーモニーしてますよね。この2000年から与えられた賛美というのは、たとえ調が違うものが入っていても一つ一つの曲は独立しているんですが、もし全部を同時に歌ったらやっぱりそれでもハーモニーすると私は信じています。何年か前、アメリカのね、一人のリーダーが、子供さんが4人いてね、それぞれ自分の部屋でこの iPad を開いて賛美を聞いたりしてるんだそうです。その話を聞いたことがあります。そしたらね、大音量で聞くもんだからね、各部屋、4部屋からそのそれぞれ違うね、賛美がね聞こえてくるんですって、わーっと。ところがね、それが見事に一つに、ね、なっているのをね聞いてびっくりしたっていうね、証が来たことがありました。今でもね、私はもうこれが 4曲でなくったって、本当は全部であったって一つになると信じています。先ほど の聖なるかなですけどね、4つの生き物はこの御座の前で、まあ、その近く周りではと書いてありますが、この昼も夜も絶え間なく大きな声で叫び続けていたと。叫ぶというのはあまりの響きでね、叫ぶという言葉を使ったんだと思うんですが、なぜなら五章に入って御座にマスカタと子羊とにっていう、もう作られたすべてのものの賛美もあそこも叫んでいったっていう、聖書にはねそう書かれています。だからまあ叫ぶというけれども、私たちの言うおたけびの叫びではなくて、このね、御座にいます方と子羊とを称える賛美だったと私はやっぱり思うんですが、それが絶え間なくと書いてあるんだから絶え間ないんですよね。ずっと御座の中心ではその賛美が流れている。そしたらそこに4つの生き物以外のものも、この24人の長老やなんやかんやと、あるいはもう天の軍勢たちも賛美をするとき、もう自然とこの賛美は重なってますよね。それなのにさらに私たちの賛美もそこに加わったら、もう大立体賛美だと私はもう想像しています。一つだけ解き明かしをね紹介しておきたいのがあります。2000年1月16日に与えられ、17日に発表されたその週の日曜日に与えられたものがあります。私たちは御国の民とされ、神は語るにはここ王国とされと書いていますけども、公約、公約聖書の言葉のままにしました。私たちは御国の民とされ、祭司とされる、地上を支配するに至るであろう、ここに賛美の鍵がある。ちょっと謎のような言葉ですが、今朝この解き明かしを思い出しました。まだ、ね、何にも分かってない、与えられたばっかりの時に神様がこう、私、この私たちと書いてますけど、ここはお前たちだと思います、この賛美に呼ばれた私たちですよねと思います。これが語られて、そしてここに賛美の鍵がある、この鍵は何かとか、これはもうこの1年の課題にしてしたいと思います。それでは、立体賛美の解き明かしがあります。これはもうすでに与えられたもので、見てください。立体賛美にね、永遠がその姿を表すと語られたところです。過去も現在も未来も永遠のためにある。立体賛美に永遠がその姿を表すのである。もう一つあります。
過去は現在のために癒され、現在は未来のために癒され、未来は永遠のために癒される。永遠を信じなさい。立体賛美は永遠がその姿を表すためである。こう読むと、こう永遠は神だと読めますよね。神が賛美の中に、その賛美の響きの中に姿を表される。そして、さらに最も新しい立体賛美じゃないわ、賛美への解き明かしがあります。この次いきましょう。2018年、もうちょっとあと次、この響きの中癒しがなり平和がなる。新しい歌によって癒しはなり平和はなる。新しい歌を歌えって、これは震災23周年メモリアルのここで礼拝祈りをしたときに語られた言葉です。ああやっぱり新しい歌という言葉がこんなところにも来ました。2000年の少し前から語られていた新しい歌を歌えって、なんか今年は癒しの年ですが、この新しい歌を歌うことによって癒しがなる、そして全地に誠の平和がなるということだと信じました。神が新しい歌を与えてくださった願いがまた一つなるんでしょうね。私はそれが癒しであり平和だと思っています。ではここで立体賛美をしたいと思います。礼拝賛美隊に私はこの応援賛美隊と呼んでいますが、立体賛美をするための応援がちょっと入ります。まあ本当はこの倍欲しいんですけど、そしてまたこの街道賛美隊というのをね、本当は欲しいです。そうしたらなんかこの天のね立体賛美が表されると思います。今はね宇宙礼拝ですよね。宇宙礼拝の中心にはこの立体賛美があると信じています。で、聖なるかな、すでに歌った聖なるかなと、4つの生き物の歌、そして封印を解く方、そして御座にいます方と子羊にアーメンを歌います。そうだ、ちょっと、早く読んじゃったけどちょっと御言葉を読みたいです。黙示録4章の一部と、そして5章の一部を読みます。ヨハネはこの天に登っていって、ここに登ってきなさいって言われて、この御霊に感じたと言いますが、この英語ではね I was in the spirit と書いてある。御霊に満たされて新しい世界が見えた。御座が天に設けられており、その御座にいます方があったと書かれています。で、6節からいきます。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座のそば近く、その周りには4つの生き物がいたが、その前にも後ろにも一面に目がついていた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人のような顔をしており、第四の生き物は飛ぶワシのようであった。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その翼の周りも内側も目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、
昔いまし、今いまし、やがて来たるべきもの、私たちはやがて来たるべき方と賛美します。この賛美が絶え間なく響いているところに御章に行きます。私はまた御座と四つの生き物との間、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。それに七つの角と七つの目とがあった。これらの目は全世界に使わされた神の七つの霊である。子羊は進み出て御座にいます方の右の手から巻物を取った。巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老とはおのおの盾ごとと甲の満ちている金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。この甲は聖徒の代わりである、聖徒の祈りである。ここからです。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたこそはその巻物を受け取り封印を解くにふさわしい方であります。あなたはほふられ、その血によって神のためにあらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがない、私たちの神のために彼らを御国の民とし祭司となさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう。2000年に与えられた時やかしはこことそっくりのところでした。さらに見ていると、御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾万、幾千倍もあって大声で叫んでいた。ほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。また私は天と地、地の下と海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力とがよよ限りなくあるように。四つの生き物はアーメンと唱え、長老たちはひれ伏して礼拝した。この万の幾万倍、千の幾万倍の御使いたちの声というところは、残念ながら今日はこの立体賛美の中に入れることはできませんでしたが、あと5人いたらね、それもできました。で、そのなんかもう壮大なこの天の光景が少しは浮かびますよね。私はこの一番初めに見たモーズ、もう本当にただっ広い白い衣を着た人たちがね、何千何万といるあの礼拝の姿を思い浮かべます。その時には御座は見えなかったんですね。光があちらの方から来ていたから、おそらくあちら側に向かって歌ってたから御座はね、そっちの方だったんだと思います。もう天は広くて、もう第一声が発せられると、今回もそうですよね、賛美隊のソロの第一声が発せられると、もうそれに引き出されて次から次へと賛美が重なっていきます。で、プロジェクターがついて矢印があるところは一緒に賛美してください。そしてもう全体の立体賛美になった時は、そこにね、新しい歌を聴いてほしいと思っています。では
地上ではどうしてもこう1曲が終わったら次にっていう風に、ね、なってますけど、本当はもう曲の途中からね、ずっとこう賛美が混じり合っていきます。ただこう今日今回初めてこの礼拝でこんなに綺麗に歌えたので、それなったのかもしれませんけれど、この響きの立体賛美のこういっぱいいろんな曲響き合ってる中に新しい、ね、メロディーが、新しい歌があると言っていましたけれど、今日はこの実は聞こえましたよ、聞こえたけれども、なんと今まで私たち例えば4つの生き物のアーメンの2や3や4とか御座にいます方でもたくさんありますよね。それが
もうすでに新しい歌として出されてたんだということに気がついた。今日もまたもう一つ新しい歌は聞こえましたけど、なんかやっぱり私たち気がつかずにこの新しいバージョンでそこの立体賛美の中からね、与えられてたんだというのがもう分かりました。この今だってそれはもう賛美は終わってますよ。でも響きはありますよね。ましてや天の御座では絶え間なく今も賛美されてますから、そこに私たちの賛美が入ったらたった一曲でもある意味立体賛美ですよね。そうだった。そしてこの立体賛美の中、癒しはなると、もうたくさんの癒しがなっているのを感じていました。一つだけ話立体賛美のことをね、思い出すんですが、2014年でしたかね、2014年、神戸リトリートで立体賛美をしました。あそこはこの1階の座席が大きくて、そして両横にちょっと高いところにバルコニーがあって、そして後ろに2階席3階席とあるんですね。私はもう立体賛美というのはこの天でいろんな層からいろんなところからこう賛美されているのがこう混じり合ったものだと思っていたから、あの会場をそのまま使わせてもらったら立体賛美になる、なんか天に近い立体賛美を聞きたいと願ったんですよね。そして実際ステージと1階席と両横バルコニーと2階席3階席全部を使って賛美をしました。もう確かに本当に美しい賛美になりました。でこの賛美の時、このなんかこの透明なね球体が見えたとか、なんか塊のようなものがね降りてくるのが見えたとか、触ったとかいう人が結構おられました。私自身塊のようなもの、もう巨大な風船みたいなものですけど、私の体を押してくるのを感じてびっくりしました。響きはね存在だと、ただ響きは消えていくものではないものだ、存在だ、神の臨在なんでしょうね。そうだとその時、知りました。あの響きが神の臨在であるなら、まあ、確かにそう思うんですけど、その響きの中にいるものが癒されないはずないですよね。でもうただ一曲のユニゾンで賛美していても、もうテントの間で立体賛美になってるんだということを私たち知っていると、この響きの中で癒しはもうさらに増すと。だからまだ分かっていない人をもね、この礼拝に招く。私たちはこのさっきも言いましたけど、この気になっている人や傷んでいる人、天に帰った人も招くし、そしてこの痛みや怒りそのものまでも、ね、賛美するようにと、ね、願いますよね、礼拝の中で。そういう意味で全てのものをがこう礼拝するというところにいるんですが、私たちがそのことを信じて礼拝すればするほど神の願いはなっていく、贖いの愛はなる、それは癒しもなり、あなたの痛みも悲しみも病も癒されるということですよね。私はこの立体賛美がこういう、もうここいっぱい、ここいっぱいに満ちるという時に、かえって一人一人の人をね、その響きは逃さないし、主は見逃さないという意味ですけど、癒しがいくと信じています。そういえば先週読んだ証でしたけど、関西のリーダーの息子さんが関東におられてね、関東のなんか
集会か礼拝に出られたんでしょう。風の教会にね、来なさいと言われたような気がして、その青年はクリスマス礼拝に来られたそうです。ちょうど仕事も休みだからね、来られて、そして礼拝に出たって。そしたらこの礼拝の中でね、お母さんが、このお母さんがリーダーですが、書いておられたんですけどね、首がねグニュグニュという音を立ててね動いて、そしてそれまで整骨院へ行ってもね、どうしても良くならなかったのがね、もう完全にね癒されたと息子さんが言われたそうです。証にはね聞いてたけれどもね、まさか自分の身に起こるなんて思わなかったからね、びっくりしたって言ってね書いてありました。私はこのなんかグニュグニュっと動いたっていう、これが嬉しくって、いや神様のこの癒しっていうのはね、なんと不思議なんだろうと思って、グニュグニュと言わさなくったって癒せるのにね、でもやっぱり神様がね、私が癒したんだよって、この礼拝の中であなたは癒されたんだよってやっぱり知ってほしかったんでしょうね。でもうちょうどその人はイエス様を信じてる人ですけれども、信じていない人も、まだ信じてない人もこの礼拝に入ってきてね、いろんな癒しを受けたっていうのをね、なんか昨日思い出してたんですよね。ある人は骨折だったか捻挫かなんかも詳しいとこ忘れましたけど、芦屋浜病院へ行くはずだったんだけれども、先にちょっとここに寄ろうかなってね来たら、この街道に入るなり癒されてしまったっていう話とか、それとかある青年がね、なんか急に思い出した、このすごい蓄膿症かなんか鼻が悪くてね、もうずる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 鼻をこぼしていたのにね、ここに入って座っていたらね、鼻がね止まっちゃったって言ってね、なんかまあ本当そんなことを聞いたことも思い出しました。賛美の中に痛もう主、賛美の響きの中で、ね、なんか想像もつかない癒しがなっている。そして私は今年はね、もうその癒しの度合いが本当に深くなると信じています。この間新年礼拝で少し語りましたけどね、これまでは癒しはこう一人一人の人に起こり、もちろん、まあ、代表として起こってるんですけど、一人一人の人に起こり、それを皆で喜び合うという癒しだったけれども、これからは一人の人が癒された時、全てのものが癒されるという時に来てる。それがね、私今年だと思っているんです。初めは代表として同じ病、同じ痛みの人が癒されるでしょうね。去年それを知った時はびっくりしたことがありました。で、今年は違った病も、その代表として祈られた人の持っておられる問題だけではない、なんか他の病も他の悲しみもですよね、もう全てのものが癒される時が来ている。なんか私この立体賛美の響きを知って、もうそれをね確信するようになりました。で、癒しの年と呼んでいますけれど、私はこの新しい癒しの、ね、年なんだと思っています。で、そうそう、この新しい癒しの時っていうんですね、これで語られたことがあります。これは確か新年礼拝かな、一人の人でもうちに悲しみや怒りがあると平和がないだろう、それと同じように地も地の下や闇に閉じ込められている人がいるときには誠の平和はない。これはね、私たちはだから賛美の民が呼ばれ、賛美し、ね、もう一人残らず
癒され、喜びに、誠の平和になるようにという神様の願いだと思っています。私たちにその務めが託されているんですよね。そうでなかったらこんなたくさん賛美与えられないと思っています。でもうちに悲しみや怒りがあるときには平和がないだろうと言われたけど、本当は平和なんですよ。主の十字架がなってるからです。でもね、でも現実の痛みのあまりにね、平和がないときだから賛美を与えていると、この後書いていませんけど、だから賛美を与えているでした。そして多分これの24日クリスマス礼拝だったね、その礼拝後ですよね。私は発表したんですが、もともとは、イブ礼拝の前に語られていた言葉でした。全部癒す、全部癒している、全部癒したと、この3つ、ここでなんか私は癒したとね言ってしまったことをね、自分でもドキッとしました。でも主はもうすでに癒してくださったんですよね。そしてこのね、漢字で全部とか全てと言ったらもうちょっと上品なのに、この全部というのはね、どっちかといえば関西人 の、 そこにおばちゃんのノリで、本当に全部癒すよ、癒してる、癒した、こうちょっとね、あと抜けてますが、全部癒した、巫女が生まれたからである、と贖いの愛がなるということである。で、これが1月7日に発表した時になっていたものです、ね、そして最後にこの癒しなんかを、癒しを祈る時とか、もうあらゆる時にですけど、私を信じなさいと語られてきましたよね。もう信じなさいって、もうそこに答えがあるからですよね。でもう本当に単純に信じなさい、信じるだけでいいんです。で、今年は新年礼拝です。私を信じなさい、それは礼拝を信じるということであるって、まあ同じですよね。礼拝を願われ、礼拝を待たれ、礼拝を喜ばれる主が、礼拝の主ですよね、がおられるんですから、礼拝を信じる。私はね、この礼拝を信じるということだというのは、主を信じるということと同時に、体を、ね、信じなさいと言われていることだと実は受け取りました。もう一人で祈っていてもとってもこの力がない、心細い、不安だという時に、体が、ね、礼拝が、あるいは祈りの友でもいいです、オフィスの事務局が、それでもいいんですよ、共に祈ってくれているというのがね、どんなに大きな力かね、きっと分かられると思います。まあもうこの癒しがね、体の癒しとされてくる、これがこの新しい癒しなんだと思っています。では、聖なるかなとアーメンの立体賛美をしたいと思います。最初賛美隊が歌います。あ、こんな風になるんだというのを聞いてみてください。そしてもう癒しはね、もうすでに始まっていますが、この賛美の中でも、この響きの中でもありますから、この信じて受け取ってください。そこまで分からなかったら、いや、これを癒してくださいという祈りをね、されてもいいと思います。聖なるかなとアーメンです。そして、その後今度は街道の皆さんと共にします。はい、聖なるかな
大賛美になると響きがもう何倍にもなりますね。では、ソロ賛美隊が第一声を発しますから、それに続いて聖なるかな、そしてアーメンと両方のプロジェクターがつきますので、どちらかを決めて、賛美してください。そしてたとえね、もうメロディーがこう引っ張られてわからなくなって、新たなアーメンであっても、新しい聖なるかなでも構わないです。本当に一つになっていきます。で最後は、聖なるかなに合流してください。はい、これも本当に素晴らしい響きでしたね。わあ、一つになって綺麗になったなって言った時、誰かこの街道の中でね、おばあちゃんにもこれを聞かしたかったって言われた人がおられたんですよ。でその時にね、そのおばあちゃんがね、私ここにいるよって聞こえたように思いました。あの美しい響きを聞いていて、もう一つ思い出したことがあります。2015年でしたかね、ここで、総会コンサートを持ちました。でその時はもうさらに立体賛美がこの進んだという時で、神の幕やとか子どもの癒しのアレルヤとかをいろんなそのアレルヤを重ねたんですけれども、私はこの今のこの席にねナレーションしていましたから、一人立ってたんですよね。そして賛美隊はもちろん歌っていました。街道の皆さんと共にの時でしたから、街道の皆さんも歌っておられたんですよね。で歌ってないのは私一人だったんですね。だからだと思うんですけれども、もう立体賛美のすさまじい響きがね、こう後押し寄せてきたんですよね。それでもう私は自分がプロデュースを、ね、この曲はどうなってとか、そういうプロデュースを作ってるからといっても、私が作ってるわけじゃないんですけど、神様くださるんですけど、
だからもうちょっとしたらユニゾンにね戻るぞということは頭では分かっているのに、もうあの轟きのような怒涛のようなあの賛美にびっくりしてしまって、もう本当に慌てました。なんかもう街道が揺れて壊れるんじゃないかとか、あるいは人まで壊れるんじゃないかとか思ってしまったんですよね。でその時時が揺れてるって思いましたけど、意味わからず思いました。もうそんな時だったんですよね。でこの神のね濃い臨在の中でね、人はねこの肉体を持っている人はもう耐えられない、生きていられないんではないかと、なんかそのギリギリのところを見せられたような気がしました。録音、その録音を CD にしてコンサートを CD としたんですけど、実はここで私が聞いてたのとに最も近い録音は使わないで、その次の少し穏やかななった方を使ったんですよね。なんかこの人にはもう耐えられないだろう、まだ時が来ていない、楽しむというね時が来てないと思ったからでしたけど、あの時に私はこの立体賛美の力っていうのをね本当に見ました。そしてこの響きがねこの響きがもうどの一人の人をも物をもですけど避けて通らないというのをね見たんですよね。だからその癒しはその愛はですよね、一人残らず及びます。すべてのものがこのミザリマス方と子羊とを礼拝するためにです。そこに作られたものの本当の喜びが、最高の喜びがあるからです。あの賛美の中、今のですよ、響きの中、もうたくさんの癒しがなっていたんですが、一番は別れた人、天に帰った人への痛みを持ち続けている人への癒しでした。だからきっと代表としておばあちゃんは来てくださったんでしょうね。そして主よ、やはり祈ります。頭痛がして、頭が、目が、首の奥まで痛いという人に癒しが行きました。手がしびれる、指がしびれる、足の裏が引きつる、同じ人だとは思いませんが、もしかしたら同じ人かもしれませんが、主の癒しが行きました。そしてがんの人、がんも賛美している、がんは癒されたんだよと聞こえました。胃が痛い人が一番多かったのですが、胃の上の方ですよね、胃の一番上のあたりが痛い人に、そして左の下の方がなんか痛い人に、胸が使える人に主の癒しは来ました。今文字通り痛みを胃に感じている人、今ですよ、今癒されています。そして背骨に、骨盤に、いや全ての骨に癒しが行きました。そして
内臓を痛めておられる人に、心臓、肝臓、腎臓、特に腎臓、腎臓の悪い方が同時に胃が痛いのかもしれないと思いましたが、主の癒しが行きました。体中の痛みに、しびれに、もう一度目に、喉に、舌に、いや全身に癒しの響きは届きました。主を癒してくださってありがとうございます。あなたの癒しを信じ感謝し、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。もう今日はね、賛美の中で本当に癒しはね終わってたんですよ。だからやめようと思ったら、なんか癒しを言って言ってってと思われたでしょう。もうその思いをいっぱい受け取りました。もう本当にでも祈るとまだはっきりとその癒しがねなる、受け取ってもらえるのが分かって、やっぱり嬉しいです。トトトントントンを賛美して、そして感謝の献金を捧げたいと思います。様が一人一人の心に傷んでいるところに、なんかトントントンって叩いておられるイメージが湧いて、私はこうもうすべての人にこのトトトントントンって神様のねノックが行くように祈っていました。そしてもうトントンと叩かれた人はもうそこでそれ癒されてるですよね。でもこの賛美を聞くとね、いつも思い出すことがあるんです。この賛美ができた時もまだ大いなる神にとか、なんかこの結構黙示録の黙示録らしいというのが結構ね、暗いとも思わないんですけど、そういう曲ができていた時だったから、トトトントントンを聞いた時にね、結構たくさんの人がね、同じ時期にね、同じ人からね出てきた賛美ではない、これはね別人の曲だって言ってね言われました。私はねもうそれ聞いてなんかすごく嬉しかったんです。私がね作ってるからじゃないんですよね。私が作ったらねやっぱり似た曲調のものになっていきますよね。そうではなかったから、本当に
こういう、ね、賛美も、ね、神様してほしいんですよね。最後に御座にいます方と子羊とにアーメン、賛美します。御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力とが余よ限りなくあるように。アーメン。